スポケーンはアメリカ海軍の巡洋艦、アトランタ休憩巡洋艦の10番艦。艦名はワシントン州スポケーンにちなむ。スポケーンはニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディング社で1944年11月15日に寄港した。1945年9月22日にパトリス・マンセルによって命名浸水。 1946年5月17日に艦長 L.E. クリスト大佐の指揮下収益する。収益後はニュージャージー州、米ン・ニューヨーク州ブルックリンと移動し、6月24日に成長巡航のためキューバのグアンタナモ湾に向けて出港し、演習及び射撃訓練を行う。9月11日にニューヨークに帰還、第二艦隊に配属されたスポケーンは、 ヨーロッパ水域での任務のため10月7日にイギリスのプリマスに向けて出港した。スポケーンは1947年1月中旬までイギリスの港から活動した。ヨーロッパでの任務期間中にスコットランド、アイルランド、ノルウェー、デンマークを訪問し、1月27日にプリマスを出港、ポルトガル、ジブラルタル、グアンタナモ湾を経由して帰国した。 艦隊演習に参加後3月18日にバージニア州ノーフォークに到着、引き続いて同年夏はチェサピーク湾で艦砲射撃訓練を行い、その後9月22日から10月14日までブルックリン海軍交渉で信頼性試験を行う。スポケーンは10月27日海軍記念日にノーフォークに帰還、新たな任務の準備に入る。 スポケーンは10月29日にノーホークを出港、第2艦隊の領艦とともにバミューダ沖で艦隊戦術訓練を行った。11月8日にイギリスへ向けて出港、16日にプリマスに到着し、大西洋東部及び地中海での任務に割り当てられる。4日後、スポケーンはエリザベス王女の結婚を祝うため満艦職となる。 スポケーンは11月24日から26日までドイツのブレーマーハーフェンを訪れ、その後イギリスに帰還し、戦術作戦に参加する。1947年2月、オランダのロッテルダムを訪問し、17日にはベルンハルト港の訪問を受けた。3月1日にスポケーンはプリマスを出港、東海岸を経由し3月11日にノーホークに到着した。 3月18日に、クラマイナス -120 へ、艦首変更された。同年の残りは、東海岸沿いの作戦活動に従事し、5月27日から9月14日、までは、ニューヨーク海軍交渉で、オーバーホールが行われた。1949年1月4日、スポケーンは、航空母艦フィリピンシー、軽巡洋艦マンチェスターと共に、地中海での任務に配属された。 1>, 1月27日、アテネでギリシャ国王パウロス一世と王妃フリデリキの訪問を受ける。その後スポケーンは第6艦隊と共に対抗演習に参加し、トルコ、イタリア、フランス、サルジニア、チュニジア、リビア、アルジェリアの港を訪問5月23日にノーフォークに帰還した。同年夏は海軍第4艦区の予備役兵のための訓練艦の 任務に従事し、バージニア岬での訓練演習に参加した。1949年10月24日、スポケーンは不活性化のためニューヨークへ向かう。1950年2月7日に退役、予備役状態でニューヨークに経流された。1966年4月1日に AG-191 に監首変更され、1972年4月15日に 除籍された。スポケーンは1973年5月17日に、ルリア・ブラザーズカンパニーに売却された。ありがとうございます。